若林美希です。今月は3週連続であのねのね原田信郎さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。もうね、先週は中西敏子さんと一緒になってね、はい、あの人生の、まあ、楽しく過ごすポイントみたいなのを教えていただいたんですけれども、別に僕お寺の和尚さんじゃないんでね、別に教えるとかそんなことは思ってないんですけど、いやもう笑顔をね すごく考えてらっしゃる、笑顔になる方法を考えてらっしゃるということで、私すごい学ばせていただいたんですよ。そうですか。はい、ありがとうございます。いいえ。で、この河内全力ラジオはですね、うん、あの東大阪八尾柏原エリアの情報を発信してるんですけども、はいはい、何かこう柏原エリアの思い出とかなんかあればぜひ教えてもらいたいなと思うんですけども、僕あのいろんな番組で街ブラというか、いろんな街に出かけていって、いろんな人に出会うんですよ、はい、そういうのをずっとやって、美味しいものを紹介したり、うん、その街のね、こんな景色が、うん、こんな素晴らしいとこがあるとか、はい、こんなお寺があるとかいう番組をやってるんですが、今もね、はい、この街ええなって言うんですけど、この街ええな、うん、その前は夜はくねくねとかってやってたんですけど、うん、もうこの近畿は特にもう、はい、あちこち行きました。でもその中でやっぱりあの今言われてる地区はね、人がねいい、ああ本当にあの、ね、優しいし、あのすごい何でも受け入れてくれるし、ウェルカムしてくれるし、うん、もう本当にあったかい人ばっかりね。ね、情が熱い方多いですよね。情が熱いね。ミキさんもそう思いますか？私もそう思いますね。どっぷりハマりまして、うん、私もともと奈良県橿原市、うんうん、まあ今も住んでるんですけども、奈良の人はちょっと照れ屋さんよね。そうなんですよね、ちょっと自分からえ今日なんですのとかって言って向こうから来てくれやらへんよね、はい、そう、ちょっと引き目でね、ちょっと引き目で様子を伺うみたいな、ちょっと様子を伺ってね、はい、あ、遠くの方から信郎さんとかって呼んでくれやるんですはいとかどっから呼んでるのみたいな、どこやどこにおんねんっていうのが奈良ですよね。ああ、そうですね、控えめですよね。そうなんですよ。いいよね、あの控えめがね。 それでもね、だから町々で本当にあの特徴があるっていうか、うん、そういうのを発見するの楽しいよね。そうなんですね、やっぱりいろんなところに行かれると、やっぱり そこの土地土地の人の特徴っていうのが、うん、そうやね、やっぱり人が僕好きやから、うん、あのいろんな景色を発見するよりも、こんな面白い人と出会ったとかね、こんな、はい、素敵なお話を聞けたとかっていう方が嬉しいよね。うん、今そのね、街ブラの、まあ、テレビの収録っていうのは、うんうん、どれぐらいのスパンで行かれるもんなんですか？と、2週間に1回ぐらいなんで、うんうん、あのちょうどいいんですよ。うん、でもあのずっと続けたいね、そういう番組はね。いいですね。テレビもいろんな番組をやりましたよ。うん、あのアマゾンに行ってね。アマゾン？うん。ワニを捕まえてね。はい。体張ってますね。うん、ワニを、はい、あのレストランに連れて行って、うん、連れて行ったというか、はい、持って行って、で、あの焼いて、うん、で、それを食べるとかっていう番組ね。はい。そんなんとかね。でも危なくないんですか、そのワニ。いや、小兄やからね。あ、うんうん、すごいですね。捕まえてね、うん、と、そっから始まるから。今もしね、そういう、うん、こう、体張る系のお仕事来たらどうしますか？もう嫌ですね。もう嫌ですね。もうね、若い頃にもう鮮度やった。はい、ドッキリカメラもね、はい、いろいろドッキリかけられたりしね。あ、そうなんです。うん、一番嫌やったやつは何かありますか？一番嫌、はい。すいません。なんか嫌なことばっかり聞いてしまって。一番嫌やったのはね、そうです。苗場プリンスホテルっていうところにね、うん、はい、ナイタースキーやってて、うん、で、浴衣着てね、はい、で、桶持って、タオル持って、その人がスーッと降りてきて、うん、いやー、いいよ、余裕やったねーって言って、え、お湯って、この先に温泉があるのって言ったら、あ、上の方にいたらね、ちょっと行ったところに、うん、あの、リフトで乗ったら、そこにあるんですよって言うから、ほんまーとかって言って、それ乗って行ったら、凍傷になってね。寒すぎて。寒すぎて。浴衣姿でじゃあ行ったってことですか？はい。アホやろー。それずっと撮られてたよ、僕。リフトに乗ってんの。はい。ほんで、指の先、凍傷になって。その時はね、凍傷かなと思ったよ。お後がよろしいよ。違います、違います。ほら、もういろんなことあったよね。すごいですね。でも、いっぱいいろんな人と出会ってるからね。吉永小百合さんにね、はい、インタビューすると。
ナイバプリンスのね、上からさーって滑ってきはんねん。はい。ほんでね、シャってエッジをかけるでしょ、止まるときに。はい。その時にね、その、吉永小百合さんが、シュッてエッジをかけた雪が、僕にバッてかかったんですよ。はい。そしたら、あー、ごめんなさい、原田さん、ごめんなさい、とかって言って、そのね、かかった雪をパパパって叩いてくれはった。手で払ってくれはったんですね。むちゃくちゃ幸せやったね。あと、ジャイアント馬場さんと隣り合わせで、おしっこしたこと。あ、すごい経験ですね。すごい経験でしょ、はい、うん、高倉健さんが僕がインタビューを受けてる後ろをスッと通らはったんよ、はい、あってカメラマンが言うから、え、何誰かやったとかって、のぶろさんの後ろ高倉健さんが通ったって言うね、なんで教えてくれへんねとかって言って、その後ね亡くなったんですよ、はい、あら、そうやったんですね。いや、そんなんもあるしね。へー。あの時会えたのにと思って。ああ、そうか。ニアミスでちょっと。そう。お話はできなかった、ね。そう、吉永小百合さんが、はい、モノマネ番組の司会やった時ね。うん。原田くんとかって言って、あなたは続けなさいよって言ってくれたんですよ。へー。で、清水さん、はい、こんなこと言われたら、俺言われてないとかって言って。二人の間で。二人の間でこの差があって。ほんま僕だけ続けなさいって言ったのは。わー、すごい。そうでしょう。いや、でもそれ続けて今50周年迎えるわけですからね。いや、すごいですね。ね、続けてよかった。経験されて。うん、いや、もう、いや、すごい、壮絶な経験とね、そう、なんか嬉しい経験をされたんやなって思って、今はでもライブコンサートもね、はい、やられている、いろいろ回られているということで、はい。はい、ついに11月5日には、東京で、はい、50周年記念全国ツアーをファイナル迎えられるということですが、うん、はいはい、はい、それの、まあ、それライブに向けてどんな目標というか、目標ですか、あんまり頑張らんことやね、頑張らないこと頑張ろうとするのよ、そういう時って、うん、で大概がね、頑張った時ってうまくいかないよね、うん、うん、だからもう頑張らないように、頑張らないようにしてるのよ、うん、うん、まあでもこれからでも50周年が終わったらまた51周年、2周年とね、続いていくわけですから。いや、51周年って中途半端やん。はい、そうですね。次60周年ねって言われるんですけどね。うん、60周年できるかなって、うん。だから清水さんと60周年できるように元気でいいよなって言ってるんですよ。うん、60周年素晴らしく迎えるための第一歩の50周年ということでね、はいはい、皆さんもぜひぜひライブ会場に集まってください。11月5日東京都神田明神ホールで16時30分スタート、全席自由席で6000円で、当日はドリンク別途必要ですが、ぜひぜひ皆さんライブ会場に集まってください。 ありがとう、お知らせしてくれたね、ありがとうございます。それでは、3週目この曲お聴きいただきたいと思います。あのねのねデビューソング赤とんぼの歌ありがとうございました。恥ずかしいな、ありがとう。柿の種、柿の種、柿の種に足をつけたら油虫、油虫。